母さん見て、こんなに兄弟が増えたんだ。これで母さんに会えるまで僕は寂しくないよ。来ちゃったね。自分が壊れそうなのにね。きっといいことだよ。質問、どうして来たのかな。俺は許されたいんだと思う。俺は許されたい。誰に。子供たちを迎えに来た。この人はね、僕たちの兄さんだ。でもね、残念だけど裏切り者なんだよ。クラウド！本当に誰も助けられないな。ヴィンセント、何が起こってるんだ。
私はここによく来る。だからカダージたちのことは見ていた。聖魂は体内に救った異物を排除するシステムの過剰な働きが原因らしい。体の中にもライフストリームのような流れがあり、それが侵入してきた邪悪な物質と戦うわけだ。邪悪な物質、セフィロス因子、ジェノバの遺伝子ね。好きに呼べ。詳しいな。ソンとイリーナ、死にかけの状態でここへ運ばれてきた。随分ひどい拷問を受けたようだ。助けてはやったが、うん、どうだろうな。拷問？自業自得、ジェノバの首を手に入れたらしい。カダージュが探している母親というのは？天が送りし、忌まわしき者、ジェノバ。その気になれば再びセフィロスを作り出すことができる。カダージュ、何者だ？うん、考えたくもない。マリ、クラウド、デンゼルが、ティファが。ティファは大丈夫だ。ティファと話したい。持ってる？信じられない。ヴィンセント、マリンを店へ送ってくれないか。俺はシンラの連中の話を聞きに行く。賛成しかねる。でもクラウドはもういい。どうして私たちの話は聞いてくれないの？マリン、もう少し待ってくれ。これから戦いが始まるはずだ。でもただ戦えばいいわけじゃない。わかるよな？わかりません。クラウド、これは戦いの話か？行き先は？忘られる都、アジトだ。頼む。俺はルーファウスと話してくる。逃げないで。わかるよ、子供たちを見つけても何もできないかもしれない。もしかしたらまた取り返しのつかないことになるかも。それが怖いんでしょ？でももっと今を、いろんなことを受け止めてよ。思い？だって仕方ないよ、思いんだから。一人で生きてける人以外は我慢しなくちゃ。一人ぼっちは嫌なんでしょ？出ないくせに電話は手放さないもんね。アジト、お前が行けよと。私たち、思い出に負けたの？だって見殺しにしたんだぞ。ほんとズル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 。ねえ、もう許してあげたら？罪って許されるのか？試したことはない。試す。マリン、帰るぞ。やってみるよ。結果は連絡する。